こんにちは、柴田です。今回は人気の小型アンプに機種を鳴らし比べていきたいと思います。まず一つ目はボスのデュアルキューブです。僕はね、マイクロキューブをね、以前よく使っていたんですけれども、そのマイクロキューブのスピーカーが2つになって横広がり。まあ、ヤマハのね、THR がね、人気なので、そこの対抗馬として生まれた機種になっております。歪みに関してはマイクロキューブの時からね、別に悪くはなかったんですよね。なので進化の具合としましては、まあやはり空間系がこのスピーカー2つになって、どれぐらいこうジュワッと広がるようになったか。THR はね、やっぱリバーブ感がね、心地よくて人気が出たっていうのもあると思うんで、その辺がどういう風に進化したかっていうのを見ていきたいと思います。そしてもう一つがですね、こちら、ポジティブグリッドのスパークミニ。めちゃめちゃ小さいですよ。これ半分もないっすもんね。こんなに小さいけど、びっくりするぐらいいい音が鳴るよというところで今回ね、お借りしてまいりました。このデュアルキューブなんですけれども、オーディオインターフェースの機能がついていたりとか、ステレオでね、これギターがね、させるようになってたりとかっていう、マイクロキューブにはない進化がございます。で、マイクロキューブと同じようにですね、ラインアウトもあるので、まあこのままライブにそのまま持っていくっていうのも可能っちゃ可能です。で、フットスイッチのインプットがあるんで、ルーパーが使えて、あと、あ、やっぱね、メモリーがあるんでね、プリセットをいくつかね、できるんじゃないかなと。まあかなりオールマイティな一台になっているかと思います。ではクリーンからいきましょう。JC のもね、リバーブをねかけましょうかね。もうちょい深くいきましょう。うん、いいけど、ダメかな、まあ、正直ね、もうちょっとこうグワッと広がるかと思ってたんですけど、ちょっとステレオにしましょうか。まあ、今回これ使ってステレオにしましょうかね。こっからインプットさして、こっからステレオで2個いきます。ではステレオでいきます。広がりますね。スプリング。ちょっとモジュレーション系いきましょうかね。コーラスをかけます。グワングワングワンと、やっぱステレオの方がねいいんでしょうね。ちょっと US コンボ、
ングストリームですね。これ、ライトアップにはなかった。まあ、歪みに関してもね、さすがですよね。まあ、ただ想像通りというか、マイクロキューブのスピーカーが2つになって、ステレオ仕様になって、予想していた通りな進化というか。まあ、サウンド面ではマイクロキューブがある程度、もう完成してたんだなっていうのもちょっとわかるような感じ。まあ、その他の機能としてオーディオインターフェースがついたりとかっていう、まあ、付加価値も含めた上での進化というふうな感じでしょうか。続いてはスパークミニでーす。こちらはですね、なんと電源なしで大丈夫です。今ね、充電が完了したところでございます。で、つまみがね、3つしかないんですよね。プリセットとギターとミュージック。基本的にはまあスマホだったりとかアプリでですね、音を作って、ここプリセット入れとくっていう感じなんでしょうけれども、今回は最初から入ってるね、4つの音をね、鳴らしていきたいと思います。これね、使いこなしたらすごいらしいんですけど、まずはですね、ちょっと出音聞いてみましょうかね。もうちょっとボリューム上げます。ちょっとミニアンプとは思えない。クリアさと迫力で、ローもしっかり出るし、レンジが広いっすよね。で、このリバーブ感と空気感、このエアー感はさっきのデュアルキューブのね、2つのスピーカーに本当匹敵するかぐらいな。これはすごいな。このちっちゃいスピーカーから出てるとは思えないっすもん。これぐらいなんかね、広がって聞こえますよ。思えないっすね、音の強さ。これはすごいわ。サウンドのクリアさはすごいっすね。まあ、エアー感もね、なんとも言えないんすけど、弾いててね、気持ちがいい。これはちょっとね、想像を絶する素晴らしさでしたね。人気があるのはね、めちゃめちゃよくわかります。これはすごいな。
いや、ボスもね、これはね、進化を止めちゃいけないですよ。まあ、刀が出てるんで、それがね、どれぐらい進化してるかなっていうのはね、ちょっと気になるところなんで、またね、鳴らしてみたいと思うんですけれども、ちょっとこのサイズ感のミニでは、格段にレベルが違うんじゃないですかね、これは。相当すごいと思いますよ。今ね、千葉管楽器にあるんで、ぜひぜひですね、行った方は鳴らしていただきたいなというところです。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。